カステラーナクロッテは、イタリア共和国、プリアシューバーリ県にある、人口、約2万人の基礎自治体。広大な商入道を訪れる観光客や研究者を、受け入れる。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。2013年時点にこのコムーネでは、イタリア国籍ではない人が、合計449人、住んでいた。下記は、人口比で、多い順の内訳である。 アルバニア177人、ジョージア65人、ルーマニア39人、モロッコ37人昇乳道内の得意な環境を活用して映画の撮影現場に使われてきた。これまで次の作品の舞台となった。経済の中心は農業である。かつては見渡す限りブドウ畑が広がった斜面には、この数十年でサクランボやアーモンド、オリーブの果樹が植えられた。オリーブの木は、 各所で見られ、樹齢100年に達する古木もあり、品種は、食用油に向いた、シーマディモーラ種が中心である。地元で加工した、エキストラバージンオリーブオイルの製品ラベルは品種に、加え、少なくとも5割にオリーブオイルの名産品、認証マーク、テラディバーリと、原産地名としてこの地区が属するムルジャデトゥルーリを、載せている。この地域は、いわゆる、ムルギア。 カルシカの DOC ワイン街道沿いにあり、ぶどうの生産とワイン醸造も盛んである。また畑で収穫するアーモンドや果物、野菜などは地元の缶詰や食品加工業の活況を支えている。畜産業は主に地牛と肉牛を育てる。伝統産業の織物や食品加工、ワイン醸造、家具や手工芸品が多い。小乳道が観光客を引き寄せ、 毎年、数十万人が来村する。ビアトゥリにある、サベリオデベリス病院は、アイルシー・エス国立学研究所財団の指定病院であり、ACC イタリア国立腫瘍学ネットワークに加盟している。モノオポリと、プティニャーノに通じる九州道377号、グロッテ線が通り、地方道 SP240 グロッテオリンタリ線は、コンベルサーノから、ルテリアーノ、カプルソ、 トリッチャーノと結ぶ。その他、SP120 で近隣のポリニャーノ・アマーレ、SP96 でアルベロベットと往来ができ、SP146 経由でブリンディ事件、セルバ・ディ・ファサーノに着く。生活道路も多く利用され、例えば隣村へのアクセスには、プティニャーの道を走る。スドエスト鉄道が通り、駅は中心部にあるカステッラーナグロッテ駅と洞窟に、 最寄りのグロッテでカステラーナ駅の2つある。バス運行の親会社は、スドエスト鉄道で、地区の村々と結ぶ路線を走らせる。カステラーナグロッテには、以下の分離集落がある。発行年順。ウィキメディアコモンズには、カステラーナグロッテに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。